こんにちは、ベビーチャンネルです。今回はアイカツオフィシャルバインダードリーミークラウンを紹介します。 Amazon で買いました。10月2日発売のやつです。前から予約していて10月3日に届きました。表がこんな感じで、裏がこんな感じです。結構かわいいやつです。大空あかりちゃんのこのオデットスワンコーデがあります。プレミアムです。これがとっても可愛いです。セット内容はこちらです。バインダー本体1冊、データカードだそう、オフィシャル IC カード1枚、 IC カード専用リフィル1枚、4ポケットリフィル10枚、ブランドチェックシート3枚です。では開けてみます。せーの、イエーイ。開けるとこんな感じになってます。ここに帯がついているのを外します。内側は鮮やかなピンクで、表紙は、外側はこんな感じです。それと IC カード専用の4ポケットリフィルと IC カードと4ポケットリフィル10枚とブランドチェックシートがあります。中を見てみます。おー、なんか違う、今までのと違う。こんな感じです。こちらを全部セットしていきます。4ポケットリフィルは袋の中に入っています。ツルツル、新しいのいいですね。できた。ブランドチェックシート、 IC カード、4ポケットリフィルの順番に入れました。ここに2015シリーズ第1弾のカードを集めていきたいと思います。アイカツオフィシャルバインダードリーミークラウンの紹介でした。バイバーイ、また見てねー。